しんちゃーん。それではシーズン9クワニョンダブルウィッシュ。何か？何タイコメな？もうこうくい？ね。何タイの？快就来ベトナム的シーズン9大ニュース。どうせだ。ね。シーズン9来トゥニャ。ガズコンボあらいや。ガズコンモンド。どう？ガズ。あ。しんちゃんみんな、ガズ大。よろしくね。アプリダウンロードして、ああ、もうね、もう僕は押して、ああ、そしてですね、あれもう始まっちゃったよ。めっちゃ早え、なんで始まった。ちょっと待って、もう捉えたんだ、こんな遠くなのに捉えちゃった。ちょっと待って、捉えるな。え、その距離、この距離で。いや、これすごいな。でもじゃあもうバッターをで、ね、ちょっと待って待って、これもじゃじゃじゃ、お前だけ行くなって。え、お前だけ行くな、バカ野郎。3号でしょ。これもうちょい入れてる、うん、乗ろうよっていう話で来とるからね、うん、口座登録しろって出てくる。銀行口座持っとるやろ。だってあるよ。でも、うん、そのザロペイ、モモコンベテセペイっていう、初めて聞いたぞこれ。これどれか。モモ持ってないの。モモ、うん、あった、あった、うん、前のスマホにはあった。もうベトナム在住者モモ 100% 持ってるって。いらないよ、モモの。どうしようか、これできないわ。え、モモだけ持ってないけできないってこと。モモもない。ほら、みんなもう乗るよ。待って、これビザと、ビザいけるわ。ビザとかマスターいけるわ。 JCB も、あ、いける。よかった、それはよかった。でも、うん、今手元にない。ないんかい。俺が持ってる、うん、銀行が入ってないのよ。その銀行大丈夫？入ってない銀行。じゃあこの連携してないのよ。入ってない銀行持ってる方大丈夫？ちゃんとした銀行だから。大丈夫だよ。ダメだ。じゃあもうダメやん。お前だけ乗れんじゃん、ということで、進路はもう一回、hôm nay quay xăm rồi, tại vì là mình là hôm về xe đạp này nha. Thế tóm này là khó. Cần coi tôi nè. Em. Xăm rồi. Bye bye. Bye bye rồi nè. Giờ mới kêu. Truy tích kìa. Kìa, truy tích đâu vậy? Hát chít thì cũng chỉ có ai chứ. Chỗ này ok được vậy đấy. Đúng rồi. Chú đi coi chứ. Chút một cái mất thì mất. Chút một mất. Này.ちょっと見せてよ。ほら、いけるんすよ。いやいや、乗ろうとしてるやん。違うんだよ。してるやん。違うって。いや、違うくないよ。何が近くない。ちょっと待って、近いだろ。おい、近いだろ。やめろよ、アラフォーの皮膚見せるな。行くぞ、もうついてこいよ。いや、行くぞじゃないだろ。おい、ちょっとマジ。いや、どこに行くか、目的地は。まずは郵便局で。ああ、それはもういいよ。どいどい。遅えよ。何だこの郵便局。もう見たから来れるかな。次は、次はじゃあグエフ。ゴエコケラ新スケよ。本当セダプね、連セダプね。うん、てめえら。大ジャンプジャンプジャンプ。はい、行くよ。早く。早く。早く早く行ってるよ。早く遅い。早く時間ないから。死ぬ、死ぬ。
待てー、待ってくれよっしゃさあ、やっと降りよ、おい黒くない、うん、うん、できる、あ、来いね、来い、イエーイ新宿系、違った、あいやいないね、お、新宿系、おどうばいや、在香港几时见啊？是旅店两元费的南方啦，的薄面啊，那没有在西藏呗，那怎么呢？这呢？今あのベトナムのレンタルバイクについて質問してくれたよ。外国人にとってはちょっと使いにくい部分もありますみたいな、そのモモとかね、ザロペイとかで使わないかんから、はい、え、実は、うん、これ検証動画よ。何何を検証してたの？中心部の観光、うん、まあ、言ったら郵便局からこのグエンフェ通り、グエンフェ通り自転車行くのがいいのか、うん、歩く、うん、まあ、走る、うん、どっちがいいのかを検証してました、うん、結果、うん、お前まだホーチミンさん銅像見てないでしょ。まあチャリで来たからね。結果、うん、走る方がいい。いいんかい。いやチャリがええやろ。涼しく。いやだから、いやいや、これはこと郵便局からここまで、うん、グエンフェンまでっていう限定的な。めっちゃ限定やん。もっといろんなとこ行けるから。だってこれニューワールドとか923公園の方も行けるしさ。もっと言うとタンディン市場とかあっちの。あのピンクの境界らへんもあの止めれる場所あるけん。いやあるよ。1区と3区ほぼほぼ端から端まで行けるみたいな。危ない危ない危ない。何いややばい、今狙っ、いやゴルゴ、ゴルゴ30が穴開いてるように見えるけどね。危ない、お前行かれてたぜ、行かれてたぜ。一箇所だけで判断できんから。いやできる。いやベンタン行くよ、ベンタンもう一個行くよ、行くぞ。弁天市場。いやいや、いいよ、ここだけ十分し。いや、いろんな場所に行けてこその観光でしょ。ああ、いや、チャリは素早くいろんな場所に行けるっていうのをお見せします。いや、お見せしますな。行くぜ、行くぜ、ついてこいよ。ついて行くとかじゃないから。先行くに決まっとるやんな。これ走った方がいいってことを証明するんだ俺は。お嬢待って、ちょっと本気で言ってる。赤信号、中学の時短距離、学年、学校で一番速かった特集団、訓練積んでます。今のところほぼ互角だし、俺の方が細道行ける。これ、おいよ、細道、こういうことよ。これマジ勝つやん。
来た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 来着いた。先、はい、すみません、映ってるから俺。しんすけまだです。来てません、しんすけ。俺もう映ってる。はい、いません、この通り。先に着いてたから、この通りいません。もうちょこちょこ俺の顔映ってる。いません、映っとる。インタビューだ。日本についてどう思うか聞こう、誰かに質問。いや、俺映っとるから。すいません、そう。いや、お名前は。しんすけ。しんすけいた。チャリ早いし、こんだけね、短い時間で3箇所も回れるって最高やん。あそこに止めたのも、うん、一時的に鍵かけることもできるし。あ、いちいち決済しなくてもいい。そう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 、はい、だけど止めてカフェとか入ったりとかね、はい、もうできるじゃん。はいはいはい、すごくできる。はいはい、わかるわかる、はい、もういい。あとこれね、もういい。身長もね、何変えれるっていう。もうきついて座る高さも変えれる。ちょ、もう立ってられない。お前持てよ、もうカメラも。はい、というわけで皆さんもベトナムに来た際にはチャリ乗れる方は乗ってみてください。はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら。またすな。バイバーイ。